やっつけでやろうと思ったら簡単じゃあそれでいいよって言えるんだからそうじゃないここでもクリエイター魂を出していただけますやるややるだけいじられるって意味わかるどうですか最大の感じ嬉しいですこの感じを求めていましたシミの具合シミって言わないでくださいよめっちゃ可愛いですねいいですよ女子はねみんないいですみんないいんですゆかなさんだけね病院から来たみたいなそんなでは参ります。ジャストサウンドグッド2021サンライズシャックコラボ編結果発表出てますね出てます声が、この第3弾では何をデザインしたか覚えてますか。覚えてますよ。お、何でしょう。僕楽しみにしてスウェット、お上下、おとマグカップ、お以上だよね。あと1つあと1つあった。今回はサンライズシャックさんとのコラボで、あ、コーヒー、あ、そうです。 あとクッション、クッション、あ、クッション、クッションやったね。では早速完成したアイテムをお披露目したいところなんですが、すっかりご自身がデザインした内容を皆さんもうお忘れになっちゃってると思いますので、うん、パネルをご用意しました、はい、こちらをご覧いただいて思い出してみてください。あ、良さそうだなあ、ありがとうございます。思い出しましたか？思い出しました。これなんかあのちょっとそのサンライズシャックさんをちょっと意識した感じで。あ、そうですね。そうね。うん、で、大竹さんもかなりこだわりのポイントがたくさんあったんですよね。ありましたか？はい。例えばあのデザイン画の中で、うん、パンツのシルエットがこう微妙に、うんうん、足元に向かって細くなるように、 そうね、そのまま外出られるようにね、はい、かなり細かく書いていただいたので。細かくって言わないで真剣に考えてるんだ。真剣に雑にやろうと思ったら簡単よやっつけでやろうと思ったら簡単じゃあそれでいいよって言えるんだ。そうじゃないんだ。ここでもクリエイター魂を出していただけました。やれややるだけいじられるって意味わかんないあと、あ、ごめんなさい、ミレイさんがですね、うん、あの2パターンデザインしていただいたと思うんですよ。ブランドに持ち帰りまして、うん、今回やっぱりユニセックスで着られるアイテムで作りたいねということで、こちらのカラーを採用させていただきました、はい、なるほど、1個弾かれちゃったんですね。弾かれちゃいました。すいません。では最初にメインのスウェットから見ていきたいなと思います。はい、なるほど、はい、じゃじゃーん、子供用みたいな。ちょっとかなりいい完成が聞けているので早速見ていきたいと思うのですが、もう絶対喜ぶんで、店入ったらこのコーナーに、うん、いや、やった。じゃありなちゃんのスウェットから見ていきたいと思いますね。りなちゃんのスウェットがこちら。わー、いいじゃん、りなちゃんのいいな。タイダイできました。どうですか、タイダイの感じ。嬉しいです。この感じを求めていました。シミの具合、シミって言わないでくださいよシミじゃないです、タイダイって言ってください。タイダイ、はい、タイダイです。俺タイダイの上いいな、あれ。これ可愛いですよね。それすげえよ、それが一番いいかもしれない。あれ下デニムでもいいですもん、うん、全然いいですね。何でも、でちょっとこうなんていうんですか、はっきりとしたタイダイではなくって、うん、ちょっとぼやっとしたタイダイでって指示をいただいたので、はい、理想通りです。よかった、それは欲しいな、うん、おー、よかった、嬉しいです、ありがとうございます。上下に、うん、欲しい。じゃあ次がですね、三村さんのスウェットに行きたいと思います、はい、三村さんスウェットがこちらです。いい、じゃじゃーん、いいんじゃない、いい、あー、いいんじゃない、明るくなった、かわいいですよね。いいね、このやっぱり黄色が効いてますね。効いてます、黄色、うんうん、黄色入れてよかった、うん、前回のジーンズの時もですね、うん、あの同じような位置にあの今が黄色入ってるところに、ね、ジャストサンドグッド入れたんですよ、はい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 、ね、サンプルを家持って帰ってかみさんに見せたら、なんでここに入れんのって言われましたけどね、はい、今回も入っちゃってるぞお前、なんでここに入れんのって言われました今回もなんでってなんだじゃあ続いてミレイさんのスウェットに行きたいと思います。ミレイさんのスウェットがこちらです。あら、かわいい、かわいいんですよ、すごい、ミレイちゃんっぽいんですよ、かわいい、すっごくタイプです、すごい爽やかな、なんか
デザインよりもさらに磨かれたの、ね、ジャスト君とグッド君、そう、グッド君が入ってるのもいいですね、うん、確かにね。じゃあ最後に大竹クリエイターのやめなさいよその言い方本当にクリエイターのこだわりが参りたいと思います。こちらです。じゃじゃーん、クリエイター、おしゃれですね。チャックある、いいよね、チャックあって、ここに素材が違います。何あの、何ですか、ウエストのとこ、ウエストの部分、ここあれです、大竹さんの指示ですよ。すごい、すげえじゃん、すごい、こだわりがちょっと高級感ある、内容が一つだけ、はい、なんかちょっとブランドだ、なんかひいきだよ皆さんそれぞれの個性が出てる、出来上がりになってると思います。全然違う、みんな、はい、それぞれ。そしてそう、キッズもご覧いただきたいんですよ。キッズかわいい、キッズめちゃくちゃかわいいんです。うわぁ、何それ、欲しいね、人気あるね、これ人気あるね、これ人気あるね、いやぁ、かわいい、ぜひ親子で来てほしいですよ ね、いやもうりなちゃんにも親子で来てほしい、来ます、ねぇ、これかわいいわ。で、大竹さんの、はい、キッズは、うん、キッズだけはフードなし、ああそうですね、でもあの切り替えはあるんですね、あるんですよ、あれ、あとチャックもある、チャックもあるじゃん、かなりがっつりお揃い感出ると思います。フードね、すぐ引っ張ってくるから、グーって、うん、やっ、あ、子供は危ないね、そう、フードで、三村さんのキッズももうこれいいよ、ちっちゃくしちゃいましたみたいな、かわいいですね、すごいいいね、すごいいいね、セレブもやっぱいいんだな、結局、うんうん、縮んじゃったよみたいな、ね、1回で縮んじゃったよみたいな感じで入れちゃったっていうねで、今日はこのアイテムを、まあ、ちょっとこう他のアイテムとかとも組み合わせながら撮影をしていきたいなと思っています。素晴らしい、いいと思う、はい、うん、そして続いてマグカップとクッションお披露目したいと思います、うんうん、あ、相当いいじゃん、あれいいね、じゃあちょっと皆さん手に取っていただきながら見ていただきたいなと思います。俺どれだっつってるぐらいだからもう見るのさ、俺これな、これだったっけ、これだったっけじゃないクッションはあれですよ、あのオレンジの側がサーモンみたいな、ね、そう、これいい、いや、すごいいいじゃん、鮭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 カラー、鮭、うん、カラーで、ちょっとこう対照的にあの、こっちね、はい、ブルーでいい、落ち着いた感じで、すごくいいです、うん、そしてマグカップがこれはいい、相当一緒に使える、うん、相当いいですね、ボーダーで、言葉が英語になってます、あら、本当だ、うん、お、なんか書いてあるね、美味しい、美味しい、覚えてますか、三村さんと大竹さんにコーヒーが美味しくなるおまじないを書いてくださいって、うん、お願いさせていただいて、いい、ね、ね、うん、覚えてますか、覚えてますか、三村さんは美味しい、うん、美味しい、なんとなく知ってるわ、うん、俺らも英語だからなんて書いてある大竹さんの日本語で書いてくださったやつをちょっとかっこよく英文にしてみました、いいですね、あ、いいですね、それがいい、意味は俺のあれだもん、なんか大石さんがデザインだからねデザイナーの名前書いてあるみたいな、大石中もなんか青と赤で、あ、そうなんです、アレンジさせていただきました、ね、かわいいですね、いいね、うん、はい、ということで本日は第3弾のアイテムを中心としたスタイリング撮影をしていきたいと思いますので、はい、まずは皆さんにお着替えをしていただきます、はい、お着替えスタート、はい、さて、お着替えしていただきましたが、はい、皆さんご自身の着ていただいていかがですか、めっちゃ可愛いですね、いいね、やっぱりいいですよ、女子はね、みんないいです、そう、みんないい、三村さんだけね、病院から来たみたいな、そんな、ね、中庭を歩いてるしということで、続いてなのですが、はい、サマーズさんとリナちゃんに試飲していただいたコーヒー、さっきもちょっとお話してたんですが、はい、3種類のオリジナルコーヒーを販売することになったんですが、こちらも完成しましたので、うん、ちょっと試飲をお願いできたらなと思っております、はい、じゃあちーちゃん、ね、お願いします、それが、はい、三村さんがモカダークモカマカピーナッツバター、これが大竹さんが抹茶ココナッツハニーマカで、りなちゃんがココナッツコーヒー抹茶モリンガですね、うん、はい、ではお召し上がりください、いただきます、うわすごいね、やっぱりすごいね、あ、いい、いい香りがしてますね、緑の匂いがするね緑の匂い、うん、
大竹さんと三村さんがお二人とマカが入っているので、うん、もうこれからそればっかすげー言ってくるけどみなぎる、うんうん、モリンガはなんだっけ。モリンガはモリンガはでもちょっと抹茶、抹茶に近い近いですよね、うん、何色。もっと濃い緑になります。何ですかそれ。美味しいね。ありがとうございます。本当疲れた時にいいかもしれない。これで体にいいならもう問題ないね、うん、はい、もう今日の撮影は毎日いける、うん、元気いっぱいですね。元気いっぱいですね。缶飲みするのにホットだからそうですね。じゃあ一回ちょっと回収しましょうか。はい、はい、ここからは皆さんへご相談がございます、うんうん、先日スペシャルデニムを販売した時に、はい、皆さんに直筆のメッセージカードを書いていただいたと思うんですけれども、はい、あちらが非常に好評で、はい、まあ、今回も同様にこちらのサイン入りのメッセージカードを封入させていただきたいなと思っておりますので。これ用ですか。そうですね、はい、なのでそちらのカードのご記入をこの場でお願いしてもよろしいですか、うん、はい、はい、Just sound good って書いてある。では皆さんご協力いただきありがとうございました、はい、いえいえ、ということで今日もたくさん撮影をするんですが、まあ、皆さんご自分で作られたスウェットの撮影もそうですし、うん、他の方のスウェットもちょっと着てみたりとかしながら、うん、いいですね、はい、一日撮影をしていきたいと思いますので、はい、張り切ってお願いします。わかりました、OK、はい、最後にりなちゃん意気込みをお願いします。私ですか、はい、うん、いきなり何も考えてなかったですよ。今日も一日かな、なんか考えてくださいよ。何でもいいのよ。何でもいいのよ。ありがとうございました。この約5万坪の敷地内にはオープンしたばかりのマリブホテルをはじめ、モダンイタリアンのリストランテ青寿司マリーナ、アメリカロサンゼルスのマリブから日本上陸したレストランマリブファーム寿司マリーナなど人気の施設が並んでいます。うん、うん、並んでるよ、並んでるよ。差し込まれるの、絵が差し込まれるの。ご協力してくれてるから。サマズさんいらっしゃったことありますか。この辺は来たことありますよ、ね、あ、本当ですか、ええ、撮影とかで。そうですね、うんうん、マリーナが好きなんでね。寿司マリーナが好きです、うん、マリーナが好き